こんにちは、速稼塾の久保でございます。今日はね、カルダノの T シャツでお送りしております。例のカルダノのステーキングの動画を送りますんでね、ご覧いただければと思います。全部で4つ送りますね。それでですね、ナイトライダー の, あのディアゴスティーニのプラモデルですけども、先日ね、私もねこれ予約をしたんですよ。というのが、あの地域限定発売の時にすでにあの YouTube にアップロードしてくださる方がいましてですね、それにつれてずっとなんかあんまり冴えなかった私のナイトライダー動画も再生数を上げてきたりとかですね。で、限定販売してくださっている模様を組み立てながらね、動画で、紹介してくださっている方のところにも私の動画をね使いたいということで依頼をいただきまして、提供した動画がありましてですね、新しい視聴者さんもつきましたし、プラスあの例のね、ディアゴスティーニのプラモデルでしょ、超合金といいますか、なんといいますか、あのスケールキットをですね、あれ1年以上かかるんですよ、2年ぐらいかかるんですよね。100話以上あるんですよ。で、1冊がだいたい2000円でしょ。ですんで20万ぐらいかかるんですよね。20万以上かかるんですよ、あれ。ところが、まあ予約注文はしました。1分の1のナイトライダーにですね、タイマイハイタイで買った私がですね、20万前後ケチってもしょうがないなっていうことで、いや、はっきり言って20万って言うとうっとくるんですよまあまあ、でもこれも歴史の歪みか私の欲かと思ってね、これをね見逃す手はないなと思って、ちょっと買うことにしました。これというのも、まあ、あの体のおかげですよね。これができるのも体の決済してるわけではないんですけども、最後は体のっていう資産があると思えば少々ね、ちょっと大胆に出れるところがあるかなっていうの中の一つですね。はい、ということでね、今回もメッセージいただきまして、マスターオブパペッツな私でございますが、あの例のキスのね、ジーン・シモンズさんが体のエダを買ったよって言ってからね、ツイートしてからというものを、さらに、体のの出来高がどんどん上がっていってですね、やっぱり今ね、すごいいい金額になってますよね。で、あの暗号通貨の暴落があっても、体のだけはもうね、後ずさりしないような、全く違うところ進んでると私は思うんですよね。プロジェクト一個一個が、完成していって後退はないという感じですね。そのぐらい私浸水してますので、この度ステーキングの方もやらせていただいて、2日後にはまたね新しい報酬入ってすごいことになりますね。月間でだから30数万とかでしょ、年間で400万500万円、日本円に換算してそのぐらいの含み益をもたらしてくれるんではないかなという見通しですね。もちろんですね、体のエダの変動がありますんで、はっきりと金額わかんないんですけども、ただね、体のエダってこれから2000円に向かうわけじゃないですか。2000円から1万7000円の間に向かうときに、今130円140円でうろうろしてるものなんてね、ほんと誤差の範囲ですからね。ちょっと人生の中で一つ大きな勝負ができるとすれば、この体のではないかなと思ってますね。これからもしっかりと体のエダ応援しながら、あとね、メタリカもメガデスもアイアンメイデンも応援しながらやっていこうかと思います。あ、ちなみに私ね、アンセムも好きなんですよ。これアンセムはジャパメタ、いわゆる日本の柴田直人さんがね結成したロックバンドなんですけども、これがね40代にして再結成したのが十数年前でしょ。いやー、やっぱりねすごいですね。あの年を重ねてもバウントブレイク、キレがいい、それからねマシンメイドッグ、このあたりも泣かせるなと思いますし、やっぱり私が好きなのはね、サイレント、なんだっけ、サイレントナイトか、サイレントクロスだ。はい、旧アンセムの一番最後の曲で、ドメスティックブーティーの最終曲になりますよね。こちらですね、フェードアウトしていく曲を聴きながら、あ、本当にアンセム終わっちゃったんだなと思いましたね。日清パワーステーションのライブ放送も感激でしたんで、あのパワーステーションを完コピしたライブをね、当時私のアンセムのコピーバンドキングスでやったもんですけどね、あの頃ね、スマホがあれば記録があるんですけども、 VHS かなんかのテープでの記録ならあるんですけどもね、確かねどっかに YouTube に上げてると思うんですけども、探しておきますね。ということで今回長くなりましたけども、メタルマスター、マスターマツマスターマスターウッドさんじゃあ体の動画見てくださいね。ありがとうございます。